はい、皆さんこんにちは。はい、皆さんこんにちは。では出かけます。東京では多分ね、今日は叙勲の日が行われているということで、私はひたすら勉強、試験日は12月なので、で今日はね、あることを2つ試そうと思ってます。1つは、ちょっとね、あ、時計ね、ロレックスデイトナ、デイトナね、すごいいいでしょ、ね、ゴールドのデイトナ、本当は白を買いたかったんだよね。で、ちょっとこう手袋してますよね、手袋。ここなんかタグがちょっとね、鍵を分解して、IC タグだけにしました。1階でございます、はい、ドアが開きます。で、いつもね、まあ、鍵は別になんもないんだけど、で、自転車、バイクになるとこ行きますね。ここに行くときにいつももぞもぞ鍵を出してたんですけど、この開いたんだね。はい、で、我が V100、異常ないね。これ結構広いよね。1メートルぐらいの。私の駐車スペース。ね。ここに置いちゃってるけど。で、チャリ。今日はチャリで図書館へ行きます。で、今のように、ね、簡単にね、できないか。これ冬が限定なんでしょうか。手袋にこう入れて。タグ、手袋入れて。本当はそう、指輪みたいなのが欲しかったんだけど、ちょっとダメでしたね。うわ、なんか汚いの起こってる。ではね、図書館行って勉強します。今日はで、もう一つっていうのは、図書館の昼休みをどうやって過ごすかという方法をね、もうちょっと研究してみたいと思うんですよね。いつもだったらお昼まで勉強します。その後食事行って、でも諦めちゃうっていうね、ことが多かったんですけど、これからはね、また席をね、確保できるのかどうか。だから一回席を離れてしまって、また午後に来て席が空いてるのかどうかですね。ではね、まずはいつも行く中央図書館。休みの日はもう晴れてれば、雨さえ降ってなければ図書館です。この間どこで言ったんだけどね、10分はかかんなかった。自転車レーンがここにあるぞ。自転車レーンで行けってことだよ、これね。あ、信号が。うわ、こっちだ。残念だったね。これすごい近くていいかなと思ったんだけどね。うわ、活動雑貨店。ちょうど9時になりました。多分並んでんな。
オザバス。このね、海に近い方、私海に近い方に当たると思うんだけど、私アワザっていうところね、ここカカツオザ、ザっていうところが多いんです。なんか意味があるの。
半ぐらい勉強しました。おっとロレックスのデイトナ、ね、ではね、今日も休みの日は必ず外食をしている。こう覚えてるみたい。置くんじゃねえよ。で、まあ、違う。こうやって見ると妙に長い。まあ、こういうもんなのか。では、何杯向かうぜ。今日も2時間ぐらい勉強して、いや、少ないよな、勉強時間が。よいしょ。勉強時間が短い。もっとしないと。わぁ、タバコ吸ってるおっさん多いよなぁ。あ、そうだ。遅い。煽ったってこれ無理かな。青だ、マイネスだ。
これ基本自転車は車道だよね。南下しよう。南橋寺？このボールがぐにゃっとこの硬そうなボールが曲がってるっていうのは曲げた人いる。おお、びっくり。こうやって見るとね、タワーマンション多いんだけど、デザインとかね、作りがみんなそっくりなんだよね。だから大量に作れる技術というかね。いや、これはちゃんと石張りで丁寧に一個一個特注作ってんだな。なかなか食事あんまり知らないからメジャーなとこ行っちゃうんだけどね。本当は余裕があるんだろうけど、どうなんだろう。これなんかどう？スムーズ。これはお寺さんでお茶できるのね。これはピザ、テイクアウト。いや、おしゃれなとこ知ってるね。次は四つ橋筋で入ります。お、今なんか変わった建築物が見えたな。すぐ行っても、そうね、一つだろう。